老婆、長谷部誠さん、鎌田大地さんよりいい評価を得てしまう。フランクフルトのミッドフィルダー長谷部誠が鎌田大地を上回る高評価を得ている。決勝点を挙げ勝利に貢献した鎌田だが、地元メディアフランクフルタールンドシャウではまずまず部門の6番手という評価に、その鎌田より高評価でまずまず部門の2番手となったのがフル出場した長谷部。なお長谷部は公式戦3試合連続でフル出場、その間チームは2勝1分けとしている。長谷部もフランクフルト、CL のナポリ大会が長谷部楽しみ。キャプテンファンタスティック、そのまま監督になりそうな勢いだな。長谷部は良かった。トモコの大きな舌打ちが聞こえる。心を整える。前に立ってたような。ハイライトだけ見るとかなり微妙だったのに。鎌田の採点低すぎやろ。得点以上にポジショニング良かったのに、なんでやねん。特に地元市、こういう嫌がらせされるんやから早移籍した方がええわ。フリー移籍しそうな人には地元市もから口になるような。これほど海外チームでメンタル的な中心選手になれる人は今後現れるんだろうか。遠藤もそうらしい。長谷部はこのままフランクフルトに残って当たり前みたいに監督やるのがすごい。ハイライトの失点シーン、前に出てかわされて3対1の状況にしてたけどな、あれはチャレンジを認められるのかな。地では日本では怒られる、欧州では褒められる。まさか日本人がドイツで皇帝になるとは。カイザー誠、